皆さん、はじめまして。茨城農業学院首席専門官の宇田と申します。茨城農業学院では、牛久市地域再犯防止推進モデル事業として、学習ボランティアによる学習支援を受けております。今日はこの茨城農業学院における学習支援についてご紹介いたします。この動画では、茨城農業学院について、茨城農業学院における学習支援、再犯防止推進モデル事業として学習支援を行う意義、発達上の困難を抱える青少年の社会性の育成、そして社会に開かれ、信頼の輪に支えられる少年院の実現に向けた当院での取り組みについてご紹介いたします。まず、茨城農業学院ですが、修了定員150名で、主に関東甲信越部の家庭裁判所で、第一種少年院送致を決定を受けた者のうち、義務教育を修了した、おおむね15歳から20歳未満の者が入院しております。少年院では、対象者の特性に応じて、教育課程を指定して、教育課程に応じた少年院に収容されますが、当院では支援教育課程3と社会適応課程1を持っております。当院での主たる教育課程である支援教育課程3についてご説明します。支援教育課程3の対象者は、知的能力の制約があり、対人関係の持ち方の稚拙さ、非社会的行動傾向等に応じた配慮が必要なもので、集団への適応に特段の支障が認められないもののうち、反社会的な価値観、行動傾向、自己統制力の低さが比較的目立たないものが当院での対象となります。もう少しわかりやすく説明しますと、自閉症スペクトラムの疑いであり、ADHD の疑いであったり、そういった問題により生きづらさを抱えた少年たちが当院での対象者となっています。また、社会適応課程では、大型特殊自動車の運転免許及び大型建設機械の技能講習等を受けて、社会で役立つ資格を身につけて出院していきます。では、茨城農業学院における学習支援についてご説明します。指導者は、牛久市から派遣された指導員による個別学習指導です。対象者は、高校卒業程度資格認定試験の受験希望者で、方法は、まずはじめに小集団により学習の意義等についてガイダンスし、その後、個別に分からない問題の克服を支えていくというものです。今年で2年目になりますが、1年目の成果を振り返ってみますと、学習の面白さに気づくといった在院者が数多くいました。これは自己効力感の伸長につながり、やればできるという自信の付与につながっていきます。この自己効力感の伸長、やればできるという自信。これは再飛行の防止に大きく寄与します。また、高卒認定試験の科目合格、8科目受験中、7科目の合格の在院者も出ました。さらに、地域のボランティアの方に学習支援を受けることによって、在院者自身が地域から自分は受け入れられている存在なんだという安心感を得ることができます。多くの在院者は、社会で犯罪という形で地域の人たちに迷惑をかけてきました。そのことを一番分かっているのは本人たちです。それによって自分たちは地域で受け入れられない存在なんではないかというような不安を常に抱えております。そういった不安がこの学習支援を通じて緩和されていくというのは大きな効果の一つです。
では、再犯防止推進モデル事業として、学習支援を行う意義について少しお話ししたいと思います。対象者の学習能力の向上と自己効力感の伸長。これは、再飛行のリスクを低減する大きな要素となります。また、牛久市職員や牛久市の学習ボランティアの方との関わりを通じて、再飛行防止に関心を持ってもらい、これは地域再犯防止推進モデル事業の大きな目的の一つでもあります。発達上の困難さを抱えた青少年に対するケアの方法の情報を共有して、地域の飛行防止に寄与するという目的もあります。加えて、本事業をきっかけにして、地域と少年院の共同領域を拡大し、地域の方と顔の見える関係を作っていくということが大きな意義となっております。発達上の困難を抱える青少年の育成、社会性の育成について少しお話しします。まず押さえておきたいのは、発達上の課題を抱えていることというのは、非行の原因ではないということです。発達上の課題を抱えている、少年は、コミュニケーションであったり、情報の処理、情報の捉え方に個性があることは確かです。その個性から来る双方の誤解が生きづらさを生み出し、学校や職場等の健全な社会関係の中で、居場所と出番がなくなっていくことがままあります。そういった場合、不良集団の中で居場所や出番を見つけてしまうことがあります。これが非行につながっていくプロセスです。では、そのような発達上の困難を抱える青少年の社会性の育成のために、どのような関わり方があるのか、少年院でも経験をもとに、その知見を少し皆さんにご紹介したいと思います。まずは、自分のペースで話すのではなくて、相手のペースで聞くことに心がけてあげてください。そして、彼らは、聴覚からの情報処理に弱い部分があります。ですので、目に見える形にする、視覚からの情報を多用して、分かりやすく説明するということが必要になってくるかもしれません。また、自分の考えを理解させるのではなく、相手の考え方を理解して、誤解のポイントを見つけ出すということは有効かもしれません。例えば、抽象的な表現を分からなくて混乱しているのではないか、比喩的な表現を文字通り取っていないか、こちらが前提条件としていること、それが彼らにとっては前提条件になってないのではないか。また、常識と思われていることが彼らにとっては常識ではないのではないか。そういった疑問が彼らの誤解のポイントを見つけ出す一つの鍵となります。さらに、できない部分ではなくて、できるようになった部分に着目して、そして褒めてあげてください。さらに、本人が気づいていない長所を言語化し、褒めてあげてください。そして褒めるときは、みんなの前で褒めてあげてください。いさめるときは、そっと呼んで、個別にいさめてあげてください。最後に、社会に開かれた信頼の上に支えられる少年となるために、当院がその実現に向けた取り組みについて少しご紹介します。まず、少年院の本来の使命である、非行を犯した少年を収容して、そして強制教育を授ける。この収容してという部分が非常に重要になってくると思います。まさに、地域の皆さんの安全安心を確保するために、絶対に逃がさないということは一番大切にしなければいけないことだと考えています。そして再飛行を防止することで
新たな被害者を生み出さないことによって、安全、安心な地域社会に寄与していきたいと思います。そういったことを踏まえて、地域との連携を今後も進めていきたいと思います。現在行っている取り組みとして、地域の公園等の清掃ボランティア活動であったり、牛久シャトーで醸造するワイン用のブドウの栽培の協力体制を整え、今年からその準備を始めています。さらに、自然発生、災害発生時の地域避難場所として施設を提供することを予定しており、そのための地域の皆様との合同訓練も実施しております。さらに、今回の動画配信などを通じて、少年の知見を社会に還元して、皆様に少しでもお役に立てばと考えております。また、こういった取り組みを通じて、牛久市の職員とのソフトボール大会を実施していただいております。これは彼らが社会から受け入れられているということを感じるのに非常に重要な取り組みとなっております。今後も続けていきたいと思います。簡単ではありますが、以上で私のご説明にさせていただきます。どうもありがとうございました。